衣装入っています。じゃあねねちゃん、皆さんにご挨拶お願いします。おはようございます。2023ミスマリリのまさつねねこです。はい、よろしくお願いします。なんかもうさ、この初々しい感じがね、もう皆さん見てください、お顔がニヤニヤしてますよ。はい、さあねねちゃんね、今年レースクイーン1年目ということで、今ちょうどね、はい、前半4戦終わって折り返し、どうでした？でも楽しかったです。もうあっという間で、ちょっとまだ信じられないですけど、半分終わったっていうのが、あっという間ですよね。はい、でもなんかあの前回の富士で初めて日産さんの、ね、応援団席に行って一緒に応援されたんですよね。はい、楽しかったです、うん、旗を振らせていただいてとてもいい経験になりました。ね、あの大きな旗重たくなかったですか？でも重かったんですけど、あの一番短くしてくださってて、棒を持ちやすいようにだからもっと重いんだなって思いながら言ってましたね。そう、はい、あの皆さんぜひですね、まだあの SNS フォローされてない方はねねちゃんのね、ツイッター、 X だね、もうツイッターじゃない、ね、はい、X をフォローしていただきたいと思います。その時のね、あの応援機を振っている様子も上がってますよね、はい、動画載せてます。あれ本当に初めてかなというのは、かなりね、すごいプロフェッショナルな旗振りを見せてくれてたんですけど、はい、あれはなんか練習してたの事前に？いや、もう言われた通りに。あ、そう、やっぱりね、女神だけあって応援する才能があるということですね。はい、ではですね、カメラマンの皆さんでカメラを構えてお待ちでいらっしゃいますので、まずは撮影タイムといたしましょうかね。はい、さあではお待たせいたしました、撮影タイム始めてまいりたいと思います。皆さんにはですね、ねねちゃんの笑顔で癒されながら、ちょっとお耳だけ拝借いたしまして、ご紹介させていただきたいと思います。今年2023、1号車の女神ミスマネリのまさちねねこさんです。でこれからですね、ねねちゃんがね、いろんなステージに登壇した時には、皆さんぜひねねちゃんって声をかけてあげてください。一回練習してみましょう。まさちねねこさんです、せーの、ねねちゃん。あ、いいですね、なんかいい感じで低音でハモってちょっと低音でハモっておりましたいいと思います。はい、そんな感じでね、各ステージでもお声掛けいただければと思います。でね、レースクイーン1年目ということでね、一番最初にブリヂストンブースに登場してくださった開幕戦ではね、なんてお呼びしましょうか、ね、七尾さんのファンなのでねねおがいいっておっしゃったんですよね。じゃあねねお、そうね、ねねおって呼ぼうかなと思ったんだけど、なんとなくね、このねねちゃんの雰囲気どうですか？ねねおもいいけど、ねねちゃんの方がなんかしっくりきますよね。なので今年はねねちゃん、そしてここからどんどんと進化を続けて、将来的にはねねおに進化する。はい、ぜひですね、皆さんその進化の過程もね、お楽しみいただければと思います。ポケモンもね、育てるような感じでね、ねねちゃんを一緒に育てていただければと思います。でね、そんなねねちゃん、実は先日8月16日お誕生日でした。おめでとう。なんとですね、21歳はもういろいろ突き進めた1年間だということでしたけど、ちょっとね、後でね、そのあたりも聞いてみましょうかね。撮影タイム終わったらね、聞いてみたいと思います。で、夏休みはね、実家の青森の方に帰郷されたそうです。ちょっとね、ねねちゃんと青森グルメもね、堪能されてる様子がね、SNS に上がってますのでご覧いただきたいんですが、私が特に気になったのは味噌カレー牛乳ラーメン、情報が多すぎるラーメンですね。味噌カレー牛乳ラーメン、味噌とカレーと牛乳を入れたラーメン、想像つきますよ。なんかね、こってり濃厚な感じですけれども、そのあたりもね、ねねちゃんおすすめとしてあげてくれました。これはもしかしたら青森のご当地ラーメンなんでしょうかね。はい、ちょっと聞いてみたいと思います。でね、ちょっとね、ねねちゃんのポーズを見てください。かわいいでしょ。今日ねねちゃんのヘアスタイルのテーマ何だと思います？何に見えます？皆さん、タンコブじゃないですよヒント、ヒント、ヒント、え、バットマン正解はクマさん、クマさんです。はい、今日もですね、マネージャーさんが可愛くセットしてくれました。ねねちゃん、くるりと披露してください。くるりん、かわいい。はい、クマさんみたいで可愛い、クマさんポーズ、かわいいレアですよ、クマさんポーズね、かわいい。
ね、こんなね素敵なヘアスタイル、マネージャーさんがね毎回 YouTube を見て研究して毎回違ったヘアスタイルをねねねちゃんにセットしてくれるんだそうです。それだけねもうチーム内ですごく大切にされてるねねちゃんですね。でね、今回残念ながらマレリさんでイベント広場の方にブースの出展はされていないということなんですけれども、マレリグッズはですね今オンラインでも購入できるようになりましたので、ぜひ皆さんねオンラインでねねちゃんおすすめのバッグなどもありましたね。とってもおしゃれなアイテムたくさんありますのでチェックしてみてください。はい、というわけでねねねちゃんの撮影会を行っております。ぜひカメラマンの皆さん、カメラマンの腕の見せ所ですよ。視線が欲しい方はね、はい、こっちを向いて、そういう感じですね、そういう感じで。はい、そしてね、ねねちゃんの笑顔を引き出してあげてください。ねねレースクイーン 1年目ということで、ね、一番最初の開幕戦はね、かなり緊張したというふうにおっしゃってました。でね、でも頑張り屋さんのねねちゃん、お家でもね、ポージングの練習をしたり、ね、いろいろ髪型もね自分でできるようにいろいろ練習してねここまで成長してきました。いかがでしょうか、4戦目を終えてね、はい、かなりね素敵に進化したねねちゃんだと思います。まだまだねここから折り返し残り4戦ありますからね、最終戦までにねどんな素敵なレースクイーンになっているか楽しみですね。はい、さあカメラマンの皆さん汗ねいっぱいかいてありがとうございます。いいですね、なんか皆さんも一生懸命汗かいてね撮影してくださるとねモデルさんもねなんか気分が乗ってきますよね。ねねちゃんも笑顔がどんどんね素敵になっています。はい、さあ奥の方でなんかねねちゃん手振ってるねファンの方もいらっしゃいますからね、ぜひね皆さんに笑顔で応えていただきたいと思います。はい、さあそれではいかがでしょうか、ファンの皆さん撮影の方大丈夫ですか。はい、さあそれでは5秒前にしましょう。5秒前、4、3、2、1、はい、そこまでです。ねねちゃんお疲れ様です。じゃあねねちゃん、朝早くから集まってくださったファンの皆様に、ね、21歳を迎えられたということですけれども、どんな1年間でした21。そうですね、もっと頑張れる年にしたいですね、うん、今よりも今よりも。あ、そう、はい、今シーズン結構突き進んだのね、自分でもおっしゃってましたけれども。そうですね、未知なので、うん、もっと頑張れたらいいなと思ってます。いいですね、うんうん、もうね、伸びしろしかありませんね、ねちゃん、はい、ね、ここからもね、どんどん素敵なレースになってくれると思います。レース以外のお仕事とかもこれからチャレンジされるのかしら。はい、そうですね、うん、9月は展示会のお仕事も待ってますので、はい、はい、また告知するので SNS フォローして待っていただけたらと思います、うん、そうですね、ぜひ皆さんねこれからの活躍にもご期待いただきたいと思います。ではですね、最後ねファンの皆様に一言メッセージをお願いします。はい、こんな暑い中集まっていただきありがとうございます。今日も熱中症に気をつけて1号車の応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ミスマデリマサチネネコさんでした。大きな拍手お願いします。はい、ねねちゃん今日も一日お忙しいけど頑張ってね。はい、頑張って。はい、ありがとうございます。じゃあね、足元お気をつけください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。